ありました、ここです。このカフェ、おとくらさん、これが目印かもしれない。この下にあるっぽいですね。じゃあちょっと早速行ってみようと思います。めちゃめちゃおしゃれで緊張してます。来たのでお昼ご飯をここで食べて帰ろうと思うんですけど、メニューがたくさんあります。じゃーん。今頼んだのがおとくらベジプレートランチってものを頼みました。楽しみ。お腹減った。スープが来ました。なんとかのポタージュって言ってた。イーツかビーツです。おしゃれすぎてなんか、あ、いい匂いがする。いただきます。めちゃめちゃ美味しい。え、美味しい。なんだろう、美味しい。おしゃれすぎ、おしゃれすぎてもう挙動ってしまいます。どうしよう。すごい美味しそう。冷めないうちにいただきますかね。いただきます。なんか何をどうしたらこんな味になるのかわからないぐらい美味しい。意味がわからないぐらい美味しい。この野菜1個取ってだけでもめちゃめちゃ美味しい。すごい。なんでなんでなんで。マグロらしいです。マグロ、マグロなのになんかすっごいすごい。芋？芋と柿、秋のスイーツ、すごい。おいしい。ごちそうさまでした。美味しかった。食べてきました。お腹いっぱいになった。いやー、緊張した。すごくオシャンの、本当にオシャンで美味しくてめちゃめちゃ美味しかったです。東京すごいわ、ほんまに。東京のカフェはすごかった。じゃあ下北沢駅に向けて帰ります。帰ります。オシャンのお店が多いですね。おしゃれなカフェすぎて、なんかここであのクリスマス限定のその丼を作ってもらおうと思っていて、あのわさびと唐辛子の
カジュニャのクリスマス丼を作ってくださいって打ち合わせしてたんですけど、なんかそんなあの変なメニューを頼むのが申し訳なくなってきました。